新型インフルエンザを知っていますか？短期間で多くの人に被害を与えると言われています。栄養と睡眠、手洗いとうがい、マスクの着用など日頃からの対策と、流行時は外出内で済むよう2週間を目安に、食料や水などの備蓄を心がけましょう。詳しくは横浜市新型インフルエンザで検索できます。